18世紀の印刷書印刷会社とは印刷を業務とする会社。製本などの業務を合わせて行う会社もある。ヨーロッパでは12世紀に製紙術が伝わり、1445年頃にはドイツのヨハネス・グーテンベルクによって金属合金活版印刷術とプレス機が発明された。中世までヨーロッパでは書物は 用皮紙などに写本によって複製されたもので非常に高価なものだった。しかし、グーテンベルクの発明から約50年間でヨーロッパ各地に活版印刷工房が作られ、印刷技術は急速に発展普及した。印刷事業を手掛けるものは江戸時代に羽織り、元禄期の浮世絵や文世期のシャレ本など木版による版画や書物が刊行された。 日本の近代活版印刷は1849年にオランダからスタンホープ印刷機とオーブン活字一式が将軍に寄贈されたことに始まる。1857年にはオランダの印刷技師インデルマウルがデジマで印刷所を開設している。近代日本印刷の父と言われる元木肖像が起こした印刷事業の流れを組む東京築地活版製造所は 黎明期の代表的な印刷会社として語られることが多い。元木は1869年にアメリカ人宣教師、ウィリアム・ギャンブルからデンバラ包括時鋳造技術を学び、長崎に新町活版書を開き、これが後に築地活版書となった。日本では新聞の場合、新聞社が取材、編集、組版、印刷、配送のシステムを持っていることが多いが、 その他の分野の印刷物では、印刷は、専業の会社の仕事となっている。日本の印刷会社は、中小企業の比率が大きいが、大日本印刷と突版印刷の二強の存在感が群を抜いており、両者は印刷に関わる、あらゆる商材を手掛けている。日本では1990年代のバブル崩壊を、境に拡大が止まり、1999年以降、 縮小の一図をたどり、出版不況という言葉も生まれた。インターネットの普及や若者の活字離れなど、背景に販売不振が続いており、2015年の出版物の販売額は1兆5220億円と11年連続で前年を割り込み、倒産件数は減少しない。大日本印刷、突版印刷の大手2社においては紙への印刷への、 比重は減少しつつあり、印刷技術を活かした、放送材などの各種化色製品、液晶ディスプレイ部品材料や、カラーフィルター、半導体用フォトマスクといった電子デバイスなどの、商材の比重を増やすというように、産業構造の変化に合わせて、ポジショニングを変えている。ありがとうございます。